平城公民館から投稿ビデオです。12月3日平城公民館で絵手紙体験教室が開かれました。この体験教室は絵手紙の良さを知ってもらおうと年に一度行われています。参加したのは12人で、今まで小学生からの参加でしたが、今回は初めて未小保育所の年長さんも参加しました。絵手紙の指導者山中恵子さんが講師となり、参加者らはお気に入りのぬいぐるみや2023年の干支であるうさぎの置物などを見ながら、それぞれ思い思いの絵手紙を作り上げました。参加した小学生からは、思い通りに描けた、おばあちゃんに出したいなどの感想がありました。絵手紙教室は来年以降も続けていく予定で、一般の方や中学生もどんどん参加してほしいとのことでした。